はい、どうも横浜囲碁サロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今日はですね、寄せのテクニックということでやっていきたいと思うんですけども、実践に非常によくできる形で、しかもかなり多くの確率で間違えてしまうというところをね、今回ちょっと改めてやっていきたいなと思います。まあ寄せって聞くとね、ちょっと苦手だなとか地味だなとかね思う方もいらっしゃるかもわかんないんですけども、もう上達にはやっぱり寄せね、どうしても欠かせないところもありまして、やっぱりねプロの先生とかと打ったことある人だったらわかると思うんですけど、仮に形勢がね10目20目良くてもね、簡単に寄せでひっくり返ってしまうなんてことはね非常によくありますから、まあ、1手ずつで見ればね、例えば1目2目しか損してないじゃないかと思うかもわからないんですけど、やっぱそれをね50手なり100手なり繰り返していくわけですから、すると平気でねものすごい差が埋まってきちゃうってことよくありますから、はい、今回はその中でよくできる形、間違いやすい形ね、ナンバーワンということでやっていきたいと思います。はい、このような形ですね。このような形の時に、まあこの形ですね、すいません、どんなことからできるかと言いますと、このような形ですね、まあ、これ非常にコスミツケの定石でよくできるんですけど、三々に入って、まあ、こちらを押さえた時にこうね、このような形になる場合、はい、でここでまあ白も今大体こう打ちますね、たまにねこのような感じで打たれる方もいるんですけど、これはですね基本的には黒がポンと抜いて、まあ、渡れてね一見ちょっと手筋風なんですけど、だいぶへこみましたし、黒もかなり強い形になるんで、まあ、この図で打つかとはもうほとんどないんじゃないかなと、うん、こちらで打つことが多いですね。でこうなった時に、まあ、しばらくこれでほっといて寄せまで行くわけですね。でここで、黒からねこういう手が寄せとしては残ってるんですよ、ね、ここに打って白は取ってくればこう打ってね、で隅にちょっと食い込んでいくわけですね、こうちょっと残しつつ、はい、でここの手が残ってるんですけども、白からね例えばごめんなさい、ここに打たれた時にじゃあどうしますかっていうのが今回の、ね、テーマになるんですが、ここで黒どうしますか皆さん、はい、ここでは、ほとんどの確率でここにつなぐ方が、圧倒的に多いですね、私の経験上、はい、ですけどもこれは実はねかなり効かされと言いまして、これで1本打たれるだけで、さっきやったこのね、まあ、ここで白どっか行った後にこの筋なくなっちゃってるんですよ。これね取られて渡れないですよね、渡ろうとしてもボンって取られてしまいますからね、はい、なので白にこれを1本打たれて、まあなんとなしにうんこれはまあつなぐよって感じでつないでしまうと、これだけで結構な損をしてるわけですね実は、はい、怖いですね、たったこれだけの自然な流れっぽくて損をしてるわけです。じゃあ黒はどうするかと言いますと、ここでこちらに押さえる手が正解なんですね。これちょっと盲点ですよね、うん、多分言われなければ、私も昔ね、プロの先生に誰かちょっとごめんなさい忘れちゃったんですけども、教わって、あそうなのかということで知ったんですけど、はい、これ押さえていいんですよ、まあ、押さえると一番怖いのは切りですよね。でも切ってもね取っておいて、ここね当たりされてもこちらが取れますからね、こんな風に来てもこれが取れますから大丈夫ですよね、白の手も短いですし、はい、なのでまあ、こう打てばもちろんねまた戻ることもできますんで、まあ切りで取られるってことがないわけですよね、はい、で例えば白がね当たりだからってじゃあ継ぐと、まあ、結局継がなきゃいけないからまた後手じゃないかとちょっと思っちゃいそうなんですけど、これは違いますよね。ここに黒逃げる手がありますから白が取んなきゃいけないんですね。なのでこれだったら、まあ白確かにこれ隅地になって増えてるんですけど、ただ問題は黒番になってるんですよ。ここで黒が好きなとこに回れるわけですよね。なんでまあ一手使ってこれぐらいの増え幅だったら全然構わないよと、黒もどっかに持ったらね寄せに行けばいいですからね、はい、さっきはついてますから先手っていうのは要はタダですよ。タダで、ここをもう隅をね地にしてますからね、はい、なので、これは大変な効かされで、こうなるとあごめんなさい、さっきのこれはもう黒としては非常に嬉しいよということですね、はい、なのでまあ白も相場はこんなところですかね、これぐらいで打つんですけど、これならただし取っておきまして、はい、ここで例えば白が押さえてくればもちろんここで黒は先手を取れます、はい、なので、まあ、これもそんな嫌じゃないですね。ということはまあ白から打ってもなかなかねこれ効いてくれないですから、ただ白がどっか打った後黒からはこれ先手になる確率がかなり高いですね。っていうのもここ打たれて取られちゃうと大きいですから、まあほとんどこういう相場の図になりますよということです。ってなると黒としても隅にちゃんとね入り込むことが先手できておりますから、まあこれがまあ双方互角というかね、そういった進行かなと思います。
はい、ということで、まあ、今回はですね、これね、言われないと知らないともうできないですから、跳ねられた時にこの形に限ってはね、普段危ないことかなり多いんですけど、この形に限っては押さえる手が手筋ですよと、なんとなしについてしまわないように気をつけてください。特に、まあ、この形、あ、見る見るっていう人はね、割合よくできる形ですから、この形見るなっていう方はぜひとも、注意していただけるといいのかなというふうに思います。はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございます。毎日ですね、実践に役立つちょっとしたテクニックね、いろいろご紹介しております。まあ気づけばね、かなり数も溜まってきましたから、ぜひともチャンネル登録の上ですね、いろんな過去の動画なんかも振り返ってみていただければと思います。はい、どうもありがとうございました。